どうも皆さんこんにちは、こんばんは。それでは今回はアストラルチェインの続きやっていこうと思います。ということで、爆破事件がこの地下鉄の中で起きて、前回は逃げ遅れた人の救助をやって、最後にアリシアが苦戦していたということで、アリシアと一緒にキメラと戦って終わったところですね。最後にちょこっとだけアリシアの過去の話を聞いたりしたところからですね。アリシアは隊長のことが好きだったみたいですけれども、隊長はかなり鈍感だったみたいで気づいてなかったのか、もしくは気づかないふりをしていたのか、そういったのも今後展開してくるんだったら面白そうですね。さあ、ということで、また早速どんどん新しい敵から出てきますね。火の属性持ってるだろうから炎症ダメージが厄介だな。燃えてしまうと身動き取れなくなるので、こういう壊れたところのなんか場所にありそうですね。ビーストレギオンまだ手に入れてないから、これ多分2周目とかで解除するのかな。ストーリー上まだ解除していないスタイルで散策、掘ったりしないといけないような場所があるので、多分2周目で回収するとかそういうことなんだろうなとは思うんですけど。さあ、かけたヘルメット、換金アイテムかな。こっち側はいけないと、とりあえず一本道かな。マジか、反省してるな。よし、おびっくりするな。さあ、やっぱありますね、こういうところにアイテム、レアなアイテムがあればいいんですけれども、回復薬はそこまでまだ必要じゃないな。今後難しくなってきたら必要になるかもしれないけれど、こっちにちょっと道があるけど行けないのか。ってことはこっちから迂回して下に行かないといけないんだ。いやー、すごいな、こんなところにベンちゃんがいて使えるみたいだけど、まあ今は必要ないんでほっときましょう。よし、追い詰めた、ここで片付けましょう。さあ、ここで戦闘か。私は援護ぐらいしかできそうにない。とにかくあとは任せたらよ。で、遠距離が良さそうみたいですね。ってことはアローレギオンに変えてみようか。いって、おお、激しい、若干終了する、そのくらい激しいな。まずい、危ね。さあ、こういうのも使っていって一回しまおうか。さあ、ここで解除して追撃いって落ち着いてやっていこう。まずい、で、突進だったのか。レギオンがまずいな、一回回収して回復させよう。いやー、分かんなかった、何回も同じ技食らっちゃってるんだけど、こうか。さあ、どうなってる。 OK、 フィニッシュいけるみたいだ。さあ、結構強かったな。よし、じゃあ一回ちょっとしまっておいて、まだ続きはありそうですね。
たね。あ、逆なんだ。アリシアが連れ去られて助けに行くのかと思ったら、今回は主人公が連れ去られてしまいましたね。さあ、複数で来るから厄介なんだよね。ちっこい方からやっていこう。ちっこい方は多分そんなに体力多くないから、落ち着いてやっていきましょう。繋がったってことは無事なのね。よかった。よし、結局あなたにばかり負担をかけて悪いんだけど、そいつを止めてやって頼んだわよ。オッケー。ちょっとやだな場所が。オッケー、フィニッシュ。さあ、これで全部片付けたかな。で、いや、まだ来るか。OK、 フィニッシュ。これで全部か。確かこのビーストレギオンのネメシスは突進に対して捕まえることが、トラップで引っ掛けることができてたと思うんで、それどっかで狙っていきたいですね。こうか。お、ダウンした。ということは追いかければいいのか。いや、これ多分ちっこいの出てくるか。いって、何それ。ここは一回、いてててててていてててていてててそういうこと。お、待てよ、アームレギオンで今持ち上げてこうか。これで当てていけばいいんじゃないか。さあ、自分は回避に専念して。カメラが難しいな。これ持ち上げて、でここにあるから持ち上げて、あ、ダメか、間に合わなかった。よし、捕まえた。で、ついでに持ち上げて攻撃しようと思ったけど、ちょっと間に合わなかったです。いた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 。どの道あれだ、これ解除しておかないと足場がないから。動き封じるか。いい位置にいた。よし、でここにあるこれをぶつけておこう。ダメだ、あっねー、捕まえれるか。ダメだ、もう一回いけるか。 OK、 捕らえた。あれ、そこ入れないな。これ解除して、これで処理して、避けて、危ねえ。さあ、ぶつけて、お、いけるね、高速。さあ、これでビーストスタイルもゲット。残すところあと一つですね。一番最後のスタイルは隊長が使ってたから、隊長ももしかしたらまだ生きてるってことなのかな。
だったらいいんですけどね。さあ、これでじゃあ、あらかた終わったので、アイテム回収して帰りますか。どうやらうまくいったみたいね。その力には恐れいるわ。でも過ぎた力はいつか自分に返ってくるもの。さっきも言ったけど、お願いだから無茶だけはしないでね。あなたにまで何かあったら、あの人が帰ってきた時本当に悲しむと思うから。さて、私は本部への報告もあるし、もう一度校内を確認したら先に戻らせてもらうわね。あなたはまあなんとか頑張って戻ってきて。ビーストレギオンもいることだし、適当だな。どうにかできるわよね。いざって時はそいつの鋭敏なセンサー能力が役に立つはずよ。じゃ、とにかく気をつけてね。こっち、こ、誰か。こんなところに普通の人がいるはずないって思ったけど、今センサーがいかれちゃってて直接見るまで判別できなかったんだ。どうしてここに？僕がどうしてここにいるかって、それは地下鉄で起きた爆破事件が気になって来てみたら、ビーストレギオンにやられちゃったんだ。あの時と同じで大事なパーツがどこかに行っちゃって動けなくなって途方に暮れてたってわけさ。ねえ、悪いんだけど、また探してきてくれないかな。お願いだ、頼む。まずはスキャン機能が故障中の僕の代わりにアイリスで周辺を確認してみて。アイリスに移動。どう、何か反応はあった？え、どういうこと？これは君、ビーストレギオンを拘束したんだよね。じゃあビーストレギオンが反応してるポイントに行ってみて。パーツはきっとそこにあるはずだ。リブート完了。本当に助かったよ。君には助けられっぱなしだね。今度必ずお礼を。ってちょっと待って、少し離れた場所に生体反応をキャッチした。でもこれは人間のものに間違いない。ひょっとすると拘束前のビーストレギオンが連れてきた人かも。もちろん人命が最優先だよね。とにかくすぐに行ってみよう。さあ、ということでさらに話続いていくのか。あれ、おかしいな。反応はこの辺りから出ていたはずなんだけど。あそこにゲートはあるな。かつて人間だった者たちよ。ジェダ？ここに集められ、ああやって保管される。そしていずれ、人を狩りこの地に連れてくるための新たな使者、キメラとなるの。この世界は人間でできているの？人間だけじゃないわ。地球上に存在するありとあらゆるものすべて。地球は汚染されているのではなく、この世界に吸収されている。いや、回収と言ってもいいかもしれない。この世界は大いなるものの所有物で、その気まぐれで私たち人類は無慈悲に滅亡させられてしまうそんな風に考えた方がなんだか楽しいと思わない？楽しくなんかないよ。人が、地球がなくなるかもしれないんだよ。そうね。それで、あなたたちはこの現状をどうするの？この世界の広さは地球のそれとは比べようもない。言うならば無限。尽きることも実態をつかむこともできない侵略者と、このまま死ぬまで小競り合いを続けるつもり？それは。ところで、あの子は元気にしてる？その様子じゃまだ生きているのね。残念。あなたとあの子、
かすかにだけど覚えているわ。20年前第09地区で起きた未曾有のパンデミック、その最中この世に生を受けた双子、あなたたちのことでしょ。パンデミックの時に生まれた。研究機関関係者の中じゃ有名な話よ。変異体から生まれた悪魔の子ってね。そんな。勇敢な警察官が引き取って育てていなければ研究機関のモルモットになっていたかもしれないわね。そう、それがもうこんなに大きく、私はあの日から何も変わらないのに。最後に忠告してあげる。その力はあなたの思っているようなものではないわ。あの男には十分気をつけることね。それを見てどう動くのかはあなた次第よ。 ARI って書いてありましたね。 ARI の事件の真相が分かるのか。追いかけよう。このまま逃がしちゃダメだ。いろいろと突然で驚いたけど、でも今はまずジェナを捕まえることが最優先だよ。このドローンの声の主もジナのことを知ってるんですね。さあそれでは追いかけていきましょう。主人公2人が変異体から生まれたっていう事実もめちゃくちゃ衝撃的でしたね。だから少し変わった力を持ってるみたいですね。呆れるぐらい従順なのね。今日は話をしたかっただけ。まだ捕まるわけにはいかないの。これあれだね、レギオンのあの装置についてるやつだ。相変わらず BGM がかっこいいんだよな。拘束するか。いって。先にあいつから倒そう。よけて。当たってしまった。いって。硬いな。弱いのかなと思ったら結構強い。しまった、見た目に騙されたな。せっかくなんでビーストレギオン使っていきますか。レギオンのあれが回復したら出していきましょう。さあいい感じに2体まとめてと思ったら1体しか拘束できなかったか。オッケー、1人は倒した。いってー、ここ、あれダメだ。攻撃当たる瞬間にカウンターっていうのをやろうと思ったんですがうまくいきませんでした。さあちょっとご利用しですけれども、まあクリアということで、油断してたら結構削られてくるようになってきたな。難しくなってきた。さあこれでそろそろこのファイルは終わりかな。あ、やっと通信不調が落ち着いたようね。早速だけど状況を報告して。校内に取り残されていた人たちは無事だよ。事故の原因を作ったジェナには逃げられちゃったけど。お前が喋るんかい。ドローン？あなた誰？どうしてこのチャンネルで会話してるの？僕は彼女の友達で。警察専用チャンネルを知っているのは関係者だけ。そしてそのおどおどした口調、
あなた、ひょっとして技術班のハル？違う、僕は、そうだ、たまたまその、通りかかったもので。意外と身内だったみたいですね。いいえ、間違いないわ。署に来たことすらない幻の隊員、技術班きっての凄腕プログラマー。来たことないんかい。なるほどね。そうやって余計なことにだけは首を突っ込んでくるんだ。知らなかったかもしれないけど、その子、うちの技術班所属のプログラマーよ。その腕を買われて情報局の技術解析課からスカウトされるぐらいなんだけど、部屋にこもりっきりで誰とも顔を合わせようとしないから、存在を知る人の方が少ないのよね。簡単に言うと変人なのよ。変人。どういうわけかは知らないけど、その変人引きこもりくんとお友達だなんて、お気の毒様。大丈夫、俺と一緒だよ。ひどいじゃないか。ハルってことは否定しないのね。まあいいわ。アリシアさんがもうすぐ戻ってくるはずだから、詳しい状況は彼女から聞くわ。あなたもさっさと戻ってきなさいね。そんな奴といつまでも一緒にいたらろくな目に遭わないわよ。エンジン君、あなたもたまには署に顔を出しなさい。それじゃ。切れた。口うるさい人だな。今のはあのピンクの髪の人か、要注意人物にして。さて、僕も戻るよ。君が受け取ったデータカードを貸して。データコピー完了。カードは返しておくよ。そしてできればそのカードのことは秘密にしておいてもらえないかな。ジェナが言っていたあの男っていうのがどうしても気になるんだ。その謎を多分司令官のことだよね。このデータの中にあるかもしれない。解析結果は近いうちに連絡するよ。さあ、ということでファイル5、融和クリアですね。今回はだいぶクリアしてないのがありますけれども、はい、ということで、それではキリがいいので今回はここで終わりにしようと思います。ビーストレギオンも手に入って残すところレギオンは1個ですね。アックスレギオンだったかな。次回手に入るといいですね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。